新型コロナウイルス感染の中国人が来店した韓国の大型免税店が臨時休業を発表した。3日午前、チェジュ市ヨンドンの新羅免税店では、スタッフが臨時休業の案内文を入り口に掲示した。新羅免税店チェジュ店は去る23日、 チェジュ旅行後に中国で新型コロナウイルスの感染が確認された中国人観光客が訪問していたことがわかり、この日から臨時休業に入った。